はい、皆さんこんにちは。今回はですね、最近ちょっとなんかマンネリ化してきたなって自分的に思ってて、まあ、自分がね最近アカペラで歌歌ったりとか、あれはねちょっと趣味でやってるんですけど、それとかまあメイクばっかりだったんで、ちょっと他のことしよっかなと思って、他のことって言っても前に多分動画で出したと思うんですけど、またねガムテープチャレンジをしようと思います。でも今日はクイズ形式で、自分がお題を3つ出します。ヒントはなしで、ヒントなしだとどうなんかな、幅広いかじゃあ、そうですね、じゃあ今日のお題っていうか、そうですねは動物で、文字数とかちょっと言えないんですけど、3問当ててもらいたいので、じゃあね早速ね今からやっていきたいと思います。今日はねもう普通に口にガムテープを貼ります。それで今話しとかないとあれなんですが、当ててください。でそれで分かった方は YouTube のコメント欄にね3つ書いてくださると嬉しいです。で次の動画の時に答えを発表したいと思います。じゃあねちょっとね自分もね今ちょっとね考えついたからあれなんですけど、動物をね3つ言います。正直自分が好きなのかもわからないし、嫌いなのは絶対いないんですけど、そうですね3つね言いたいと思います。どうしよっかな、ちょっとね今ね考えてます。一つはね、もうすぐにね、浮かんできたんですけど、でも今回絶対ね、難しいと思います、三つ。動物でも。どうしよう。よし、はい、じゃあ行きます。じゃあ、もう。ということで、今ちょっと言ったんですけど、ちょっと最初ねちょっと聞こえにくかったと思うんですけど、こんな感じです。動物です。正直自分は動物大好きなんで、何がね、何を言ってるか当ててください。YouTube のコメント欄にくださると嬉しいです。自分あと。そうですね、さっきも言ったように次の動画で答えを出したいと思います。ちょっとヒントをあげると、1問目は5文字です。2問目も5文字です。3問目だけが2文字です。ってことで、またねいろんな動画を上げていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。またねー。